今日はですね、あのちょっと日本、今どういう状況にあって、どういう希望があるのかみたいな話を、ちょっと何回かいろんなところでしてるんですが、その辺を少ししてほしいって言われてるんで、ちょっとした上でですね。 今あの、まあ、AI だなんとかで触られてますけどで実際起こっていることは一見すさまじいんですがそんなもんじゃないすさまじいものが来るという話をしたいと思いますちょっと簡単に自己紹介的なことだけしておきますと私もともと神経科学者でしてその後マッキンゼットとこに入りまして。 コンサルティングを十何年間やってましたで、まあ途中またサイエンスに戻ったりしてるんですがで今、ヤフーでチーフストラテジストやってますで国の関連も相当サポートしてまして国のストラテジストとかもやってますあの新産業構造ビジョンとか AI の産業化ロードマップとかご覧になった人もいると思います、えー、その絡みっていえば絡みなんですけどデータ系の人材が足りないってことでデータサイエンス協会を作ったりですね村井淳先生や鈴鹿先生と慶応の、ね、SFC で教えたり IPA とかを手伝ったりしてます。 あと、まあ、NII とか、ですね統通権とかを束ねている、情報機構だとか、理科学研究所の理事長とかをもサポートしていると、こういう人間です。えー、なんですが、ちょっと最初にです、ね、この話は何回聞かれた人いると思いますけどちょどと日本の話をリキャップしたいと思います。まあ、今、歴史的な瞬間にいることは確実で、もう誰も解けないと思われた語がこのようになってですね。 えー、まあ、魔王と言われたイセドルが負けて、これ、カケツが負けたは時ね、これ、泣いた瞬間なんですが、私はまあ性格が悪いんで、何度も巻き戻してですね、彼が泣き崩れた瞬間をキャプチャーしてるんですけど、これ、人類の敗北なんですよ。お250ぐらい勢いがある男がついに負けたわけでもう、もう無理ですということなんですね。えー、終了と。 おということで、えー、我々がもう本当に歴史的な局面にいることは間違いなくて、産業革命並みの変化の中に今いるんだと思います、昨日散さんざんあったとおりで、データでありです、ね、アルゴリズムでありです、ね、コンピューティングパワーと、こういったことですね。 この結果すべての産業はデータ AI 化することはほぼ確実でこれ言ってみればです、ね、物からデータそしてデータから物という流れが完全シームレスに近づいていっていることを今、意味していますこれは劇的な変化があらゆる産業で起こるんで ICT とそれ以外みたいな話は終わっちゃいます。 えー、例えばです、ね、100年前からほとんど同じ服を売っているリーバイスという会社があるんですけれども、全部ボロ儲けしているわけですが、彼らもです、ね、実はこれらが全部戦車化した G ジャン今年年内に350ドルで売ることが決まってます。えー、またです、ね、5000年前からあるです、ね、超古い商売である小売業も、まあ、半ば知性を持ったような店舗になることがほぼ確定的な未来でして。 もうこれまでのですね、えー、あの物、金といったハードウェア側の産業と今まで、まあ、私たちがいるみたいなデータだとか AI とかをですね中心とした産業が分かれてる時代を終わってですねべて右上に突き抜けようとしていっています、えー、これはもう当たり前ですねでもう一個恐ろしい変化というか超おかんないのはこれは昨年ノーベル賞を取ったですねモレキュラマシーンですね えつまりです、ね、もう分子レベルで我々は機械をデザインする時代が来ていまして、えー、実は今です、ね、ちょっとこの間っていうかついおととい聞いたばっかりなんですが IBM はなんと70ミクロンのコンピューターを作っているそうです70ミクロンって髪の毛2本分の太さですからね驚異的なんですね。えー、こういういのは本気で今送ってます また、これはつい数週間前のネイチャーで,すねーですけれどもついに人の肺細胞での遺伝治療が成功しましたつまりですねデザイナーベイビーってのはもはや冗談ではなくてこれはもうははあとは子宮さえ戻れば起きちゃうんですねこのようにデータ AI の劇的な変化まものづくりの劇的な変化そして生命科学の革命的な変化が起きていてま我々ってのはもう一発ですね解き放たれるんだろうと思います。 で人類のです、ね、生産性を100万年分調べたと言い張ってる人はバークレーにいるんですが、どうやったのか分かんないですよ、で彼によるとです、ね、ローマ、ギリシャ時代から産業革命が始まるまで生産性は2倍ぐらいしか上がってないです、でもそこから200年ぐらいかけてです、ね、50倍、100倍に上がっていく。 来たんですねこれはのログスケールです、カタログですね、ただよく見るとです、ね、若干飽和気味なんですよ、これがもう一発跳ねる瞬間が今、季つつあるっていうのが私の基本的な見解です、え実際に兆候があってです、ね、例えば時価総額のランキングを見るとです、ね、わ、えー、割と最近ですけれども、上の5社ってのは全部データと AI を使い倒している会社だけです。えー、ですよね、あれ画面が出なくなっちゃったんですが、重すぎるのかな、ハロー。 えーえー、なってますなんか画面が出ないんですよね,今ねで、出てないですよね、こっちは出てるんですけど、ハロー、こっちは行きました、ああ、戻ってきました、ね、落ちたみたいです。えー、っとちょっと僕は今、巻かないといけないんですが、えー、っとこれいいですね。 えー、来るだろうと思いますなので、まあ、途方もない時代が来ると思いますで今ですねあの日本の田舎とか過疎とか問題になってるんですがあのレベルではなくてですね100分の1ぐらいにならないときれいな村にならないんですよ本当はだからウルトラ過疎に耐えるテクノロジーを今生み出さなきゃいけない時代だと思います、えー、であのたったですね今こうなっているのが10年前はこうだったわけでどれぐらい確変的に起こっていることは,は っっててのはは明らかでですすね10年前ってのはちょうど iPhone が生まれた時ですだそのぐらいの変化の中にいて、えー、実際にこういうふうにです、ね、彼らのさ新しいタイプの産業は利益よりもはるかに大きい事業価値を持っていますこれは何かっていうと世の中を変えている感っていうのが事業価値にっあのなるということですね、えー、実際に4月にテスラがですね世界最大級のカー,カーメーカーである GM のマーケットキャップを抜いたりですね えしたわけけですけどその時のトレンドは GM もトヨタもこんな感じですこれは実はこのままのトレンドだと半年で,です、ね、テスラが GM とトヨタまで抜くという驚くべきトレンドだったんですけれども今も結構強いトレンドが効いています。 これは結局、ですね実数軸的なですね物・の金の成長ではなくてデータや AI、ロボティクスを使ってあるいはですね先ほどのナノテックだったり根本的なですね生命科学の力を使って刷新していけるパワーっていうのが事業価値につながる時代に突入したということを意味しています。 なぜ、まあ、かっていうのはいくつも理由があるんですが、まあ、そもそも技術の核兵器だということと先進国は中国も含めてですね向こう数十年人口が減ることはもう確定してます、昨日あったとおりで,ですね、えー、これは大きいんですね、だから横時間も縮むことが決まっていてあとはもうこの核変モードが結局事業的には大事と、えー、そこで大事なのはこういうい妄想して形にする力ですね。 ほとんどもインディペンデンスでみたいな感じなんですけど、<laughs> あのまあ、やばいんですい、まあいろんな意味でやばいんですけれども、まあ、そういうことです。だからこう、富の生まれ方が劇的に変わってしまったということは、もうほとんど明らかで、えー、あるということは言えます。じゃあ、ここで大事な何かっていうと、大きく3つあります。1つは領域を超えていろんなデータが使えて、何でも取れていっぱい使えるということが1個目。2つ目はそれを回す、当然力ですね、で処理力ですで。3つ目は回す人なんですが、じゃあ、日本の現状はっていうと、 どうかっていうと,ちょっと若干衝撃的なんですがデータはあーもう勝負になってないです、えー、で使おうと思うとほとんどのところは使えないです、えー、でデータの処理コストは日本はアメリカの5倍から10倍で大体です、ね、中国はアメリカの10分の1と言われてますから50倍100倍の差があるとだからビットコインのマイニングはほとんど中国でやられてるんですよ、えー、でまたです、ね、今一番大事なビッグデータ系の技術ってのはほとんど英米およびイスラエルに集中してまして えー、ないとで最近話題のディープラーニングも主要な研究、えー、しているところはほぼすべて英米に集中しているという状況です、えー、で実際の,あの非常な状態で,です、ねえー、さ論文の数もこんな感じで米中が圧倒しています。えー、やばいんですね で、人材ぐらいいるだろう。っての多少いるんです。で、日本はアメリカの3分の1がちょっと古いデータですけど、エンジニアいるんですが、実はその間に米国のとの間にですねインドや中国にも。 負けているとで中国は米国に今、追いついたと言われてますんで、えー、結構な差があります、さらに中身が問題で、ビッグデータ系の人材が我々はほとんどいないんですね、これ、SIR 的な人材であって、えー、ビッグデータ系の人材は全然いないと、アメリカ両方います、中国、インドはほとんどビッグデータ系の人材です、あの産業ステップを1個飛び越してるんで、こうなってるという問題があるんです、で1つの背景は理工系の学生が全然いないっていうことで。 えー、日本は2割しかいないんですね、大卒の法理系っていうのはですね、で私みたい博士課程とか行くと変態扱いされちゃうんですが、<laughs> 黒歴史化してデートもしてもらえないんですけど、あの韓国とかです、ね、ドイツとかは、もう技術立国なんで6割以上理系なわけですよ、だから5000万しかいないですね、人口が。韓国に出して年間10万人も理系の学卒が足りないっていうのは、結構深刻な状態で、アナリティカルなトレーニングを受けた人も足りないですし、やばいんですね。 基本的には、えー、ともうあの普通にデータサイエンスとかです、ね、コンピュータサイエンスをデフォルトで取っています、こんな感じですね。えー、で,でも日本はそもそも教育プログラムがなくてですね、ね今年の春にあの私もあの委員みたいなのやってますけど、滋賀大学にやっとデータサイエンス学部ができたような状況で話にならないんですね。<laughs> 日本の子供たちっていうのは、半ばですね相手がですねこう怒りのアフガンでマシンガン持っているところに空手しか習ってない形で、ですね <laughs> あの世の中出てるような状況で、やばいと。 えー、じゃあ、専門家とはどうかって言ったら、まあ、そもそもいないですし、見つからないだけじゃなくてです、ね、実社会にそもそも関心ないんですよ、だから我々に必要なのは、こういうオタクではなくてです、ね、ハッカーとかギークであってです、ね、こういう人たちですね、もうこの5、6人だけで,です、ね、どれだけ世界にインパクトを与えたかっていうのは、もう計り知れなくて、やばいわけですから、もう100兆以上のマーケットキャップを生まれてると思いますけれども、こういう人たちを生み出せるかどうかが問われています。 でミドル層やマネジメント層っていうのはこれもっとやばくてです、ね、今どれくらいの格変モードなのかというこれほど面白いときはないわけですけれどもそのチャンスだとか危機器を理解しないですしこれも本当と,とてつもない激情が起きます、えー、古いアセットを持ってない人ほど強いわけです今みたいなときはあの例えば銀行とかってああいう視点といはいらなくなることはほとんど確実でスマートフォンとかになっていきますし あの高級取りの支店長とかもいらなくなることがほとんど確実なわけですよね、あのでかいシステムも多分いらなくなると、だからそういう問題があるってことは分かってないと、おこういうビジネス課題とこういう新しい技術とかつなぐ人もいないし、ですねスキルリニ離入しないと食っていけないんですけれども、それも分かってないということですこのままではですねこれはまあパトリックの言葉なんですけど、もう邪魔おじだらけの社会になるという深刻な問題があるんですね。 だからもう、ね、勝負になってないですよ、だデータはない、使う場所はない、処理力はない、技術はない、人はいないで、もうです、ね、こういう状態のときありましたよね、えー、これ、つい百数十年、百六十年ほど前、これはなんかすごい着物着てんで、おそらくなんか、ね、今の財務省の,官庁の局長みたいな人なんですけど。 <laughs> あの多分ですね、あっけ取られてるんですよ、見たことない、なんかあま見たことのない技術に襲われてる、今、ほとんどこれに近いと思いますね、おそらく米中のこのデータ AI に対するです、ね、データ力、処理力、人の力をかけ合わせると、日本とは1000倍以上の力の差がある可能性が高いです、実際に日本の GDP パーキャピタは26位で、これはです、ね、最後になったのは1960年で、57年前の水準です。 で総 GDP で,で、ね、8000万しか人口のいないドイツに間もなくおそらく抜かれますで、これは過去15年間、まあ、一人負けをしてきたせいで,です、ね、日本だけが15年間成長しなかったせいなんですね、バブルのせいじゃないんですよ、実はバブル生産の後に起きているんですね、でみんな ICT のせいにするんですけど、GDP を占める、ね、ICT の割れは日米は変わらないです、私は細かく精査したんです。 でえー、見てみると日本は ICT しか成長してないんですけどアメリカはすべてに近い産業が成長しているということで,です、ね、巨大な伸びしろがあるんですね、今起こってる変化すごくてそれをベースに世界はどんどん成長している時に日本は伸びていってないということでものすごいチャンスがある、えー、じゃあ日本に希望はないのかって言ったら僕は,くはないんじゃないかと思ってます。というのは産業革命を振り返ってみるとざっくり3フェーズぐらいあってですね こう新しいエネルギーや技術が生まれた段階、それがハーパーズザピープル的にですね、こういうふうにエンジンも巨大だったのがこんな小さくなって車が生まれたりしてですね、家電とか生まれて爆発した段階、さらにそれらがつながりあってですね、エコシステム的な段階があるわけですが、実は日本は第一フェーズは何もやってないです。ちょんまげを言ってですね、端ん買い走ってしまい内戦して罪のない外国人を切りつけたりして、まあ国が滅びかかったんですけれども <laughs>、あのですね、本当にまずい時代があった。 ですがまあ、心を入れ直して開国してです、ねまあ、若干苦痛の戦争を得て、まあ、こうやってぶっちぎったわけです。 えー、でさらにです、ね、複雑な経をつなぎ合わせてです、ね、誰も見たことない新幹線や、まあ、スパコンとか作って、まあ、スパコンで1位にな,ってなる意味があるんですかと言ってなんか敗退した人がいましたけれども <laughs>、まあ、意味があるんです、もう間違いなくですね <laughs> ファミコンも世界を根底から変えました <laughs> え、まあ、ということで,ですね我々は第一フェーズをやらずしてぶち切った国であるということで僕はまあチャンスはあるんじゃないかと今、おそらく第一フェーズは20年ぐらい経っていてです、ね、ヤフージャパンも21年目なんで。 えー、もうかなり後半にいることは間違いないですが今のところ g o 2のにもですね、仙台城上のコンピューターをつなぐようなです、ね、スパコンがいる時代ですそういう時代がいつまでも続くとは思えないですもっとそういうものはこのぐらいの大きさになっていってです、ねえー、非常にスマートな世界になっていくとつまりパーツ・ザ・ピープルがもう1回起きるんですね。 もの物の軸だけじゃなくてそのです、ね、データ AI の軸でも起きてってさっきの言うです、ね、データとものがつながり合う世界になりますコンピューティングパートですねえさらにそれらがつながり合ってあ,ある種のインテリジェンスネットというものが生まれてくる時代は確実にやってきますこのフェーズ2フェース3こそが勝負でここをやっていったらいいんじゃないかっていうのが僕の、えー、おすすめです まあですねしかもそこで大事なのは妄想なんですけど、この国はですね3歳ぐらいから半ば英才教育をやってまして、世界的にもまれに見る洗脳を行った結果、これもう第2フェーズ、第3フェーズそのものじゃないですか <laughs>、やりましょうよってことですよ、もうね、もう散々夢ある、技術ある、やってしまおうということで、すね世界から持ってこりゃいいです。 と、えー、ということですで、まあ、あの私がこの間皆さん見たかもしれないある映画を見て感銘を受けたのでいいセリフがあって、まあ、この国はスクラッパのビルドでロシアがってた今度も立ち上がると、まあシン・ゴジラのセリフだったんですけど、まあ、そういういことですもう一回やり直そうよということですでやり直すにあたってです、ねまあ、今起こってるインテリジェンスの爆発ぐらいでビビってちゃだめだという話をちょっとしたいと思います。あのー まあ、シンギュラリティっていうのは、活動ファイル的な定義でいくと、ですね、えー、バイオロジカルな限界を超えて、人間がああの超越していくという話なんですが、えーまあ、AI っては何かというと、今の AI ですよ、非常に強いコンピューティングパワーにアルゴを突っ込んで、そういうデータでトレーンすると、何らかの AI になるわけですね、言語認識とかですね。 でこれはまあ本質的なイデアであって何、ねえー、か具体り的な実態があるわけじゃないですただ、これらが引き起こしているものはとてつもないですね例えば、グーグルとかはデータと AI をつなぎ合わせて今何を知りたいとかどこに行きたいとかを当てるというサービスを始めていますとんでもないですね、えー、また動画を独身してです、ね、何しゃべっているとかっていうのを当てるのはあの普通のナレーターであれば96%は読めるとやわれてますもはや。 でそうじゃない、わけわかんない、ランダムのやつも50%ぐらい読んでて、実はプロの独身リーダーを使っても12%しか当たらないので、4倍の精度がもう出てます、ですから皆さん、ですね危険なビジネスの話とか、横で,です、ね、こうやってしゃべろうとか言ってたの、これから口隠さなきゃだめなんですよ、あもうばれちゃいますから、間もなくですね、えー、でもあの医療とかで、えー、診断をせあの世界トップレベルの医者を超えたっていうニュースが流れてるのは、ご覧になっているとおりで、歩いているパターンもです、ね、実は3次元で録画するとです、ね、下のように分かっちゃうんで、 顔なんか隠しててもあいつは星だって分かっちゃうわけですですから皆さんが、まあ、強盗をです、ね、覆面して入るのは今ですまもなくです、ね、不可能になります、ね、あの遺伝問題も全部分かっちゃいますし脳活動のです、ね、ミ,リ単位ミリ病単位のやつも分かっちゃうということで、まあ、途方もない時代と、えー、またですね今まで全然訳分,分かんなかったら遺伝病棟も顔見ただけで当てるとかっていう曲芸みたいなことも可能になってたりですね グーグルグラスのビデオをご覧になった人は分かると思いますけれどもこの何も聞いてなくてもです、ね、もう閉まってますよ歩きますえ歩くんだったらこっち行ったらいいですよとかっていうのを教えてくれるこれも技術的には完全に可能です気持ち悪すぎるのでこのサービスは潰されましたけど、えー、技術的には可能なんですね。 アマゾンが3年ほど前に取ったこのパテントも驚愕的だったんですけれども、これ、客が注文する前に出荷するというパテントでびっくりしたわけですが、実際、には動いてます、今、キャンセルしてもできないことは多発してます、世の中中ですね。で、データドリブンにです、ね、スタートアップを当てるとかっていうのも、実はです、ね、人間の精度を超え始めてて、今からベンチャーキャピタルはどうなるのか疑惑っていうのが、この間、ダボス会議で議論になってたんですけれども、<laughs> またですね、翻訳もですね、人間レベルの翻訳っていうのを瞬時に行う。 なるとしかもです、ね、人間の生徒ともはや、えー、こういうフレンチとイングリッシュとかでもう並んじゃってて、えー、こういうのはまあ驚愕すすべきことが起こっていると、えー、またです、ね、動画の内容をです、ね、解析して数倍速でキャプションをつけるとかです、ねえー、こ,のまあこれまで教えることがほとんど不可能だったピッキングみたいなことも学習させることが可能になっていってます。 でこうやって見るとです、ね、情報の識別だとかは予測だとかです、ね、実行過程っていうのがどんどん自動化していることは確実で途方もなく進化することは確実ですでも僕はこんなもんじゃ進化終わんないですよという話をしたい、えー、です、えー、というのはあの知性についてのです、ね、議論が若干浅いんですね私の見解ではそもそも知性が何であってですね この仕事の本質とかから見たとき今、どういうボトルネックがあってどういうことを突き抜けていくのかっていう話がじゃ足りてないんじゃないかと思ってますで思考とは何かから考えたほうがいいんじゃないかと思っているんですけれどもあのコ,コンピューターではないですね脳神経系であれ実は情報処理っていうのは収集して処理して使うというこの3ステップからできていることが分かっています。 これをぐっとにんで分かることはです、ね、考えるっていうのはインプットアウトプットにつなげることだというふうに言い換えることができます。その視点で見たきにです、ねえー、情報が入ってきて まあ、そもそも感覚に翻訳します実は感覚っていうのはただ物理量ではないんですね例えば色というのは心の中にしかないです肌触りも心の中にしかないんですね、えー、そういうことでこれは実際には意味翻訳が行われてますでそれをベースにさらに何かであるとかどういう情報かっていうことを理解した上で車の運転なりです、ね、物書きなりななりとかこういうスピーチとかに使われてたりするわけですでここの情報が入り組んでたりこっち側も難しい時っていうのはさらにメタ化が行われるということは 明らかでありますこの視点で見るとですね人間が知的活動とか知性とかって言ってるのはこの成敗世界であることはほとんどなんですけども実際には知性っていうのはこの IO をつなぐ力ですからほとんどの部分はですね えー、情報から意味を取るというところが知性の中心であることが分かります実際に我々の脳はです、ね、目を開けてです、ね、理解するだけのために45割を使っていますおそらくですねもっと使っているという説もあります少なくとも7割以上の脳の領域は視覚に関わっていることは分かっていますし視覚に関わっていないところはです、ね、非常に少ないんですね えー、で地ははるということが言えますで近くっていうのは何かということをもう一回言い直すと、まあ、情報を統合してです、ね、一体何かということを理解することなんですがじゃあカメラはどうなんだという話があるんですけどカメラって単なる記録装置であってですね えー、あの北野先生の愛しているです、ね、アルファがありますけど僕も愛してます,あの愛してますで、撮った写真がこういうのがあ,ありますけれどもこれ、花だとかクラゲだって分かるのは我々の心です、このカメラは何も理解しないわけですね、で非常に面白い実験があってです、ね、キャノンがやってるんですけれども。 えー、同じ人をですね6人の写真家呼んできて撮らせたと違うことを言うんですよ、この人にはこの写真家にはですこいつはミリオネアですと、この人は,はライフセーバーですと、えー、この人はちょっと前まで監獄にいました、あるいは漁師ですと、えー、あるいはですねサイキックですとか、ね、でなんかやばいんですけど、R <laughs> 2でしたとか、ですねやるとですよ同じ人がですよ同じ部屋で撮ってるのに。 ここううななっちゃんんでですすよこれが知覚の力なんですねやっぱり我々があの,のを見てる時っていうのは意味を見てってるわけですねそれがこういうふうに映っちゃうわけですで知覚っていうのは何だろうかっていうことをもう一回見てみてですねこれ輪郭だけの絵ですけどこれパッと見た瞬間にお母さんが赤ちゃんを抱いてるっていうふうに理解できない人はいないですよねでもこれは途方もないことでコンピューターに教えるのもすごい大変ですし あの普通には不可能に近いことが行われていますで、漫画とか皆さん、ブワーっと見るかもしれない、あれはですねやばいんですよ、<laughs> 普通には不可能なことをなぜか皆さんの頭やってるんですね。 で、えー、皆さんが見たり、私たちが物を見たとき何が起きているかっていうと、これ、うちの犬なんですけど、これ、なんか犬がいて、こうやって視覚から光入ってきますけれども、形だとか色だとか、デプスとか動きとか、そういったもの、全部違うですねパスウェイで処理をして統合した上で、何かっていう意味を理解します、これ、非常に激しい情報処理です、えー、例えばこういうのを見たときに、左側なんか出っ張って見えますよね、右側へこんで見えると、でもこれ、単純に上下ひっくり返しただけで、こうなるわけですよ。 あるいはこのおばちゃんたちが座ってるやつを見てですねあんまり何も思わないですけどひもいですよね <laughs> これ瞬間的になんか吐き気を催すじゃないですか <laughs> まあそういうことが皆さんの何かが起きてですね <laughs> だから結構、驚異的な情報処理であってですねこれらっていうのは実は今のところ全く実現しないですこれが今から起きてくるんだろうと思いますでこの感覚の翻訳でありですね対象理解ってものすごく激しいです文字を理解して文章を理解するとかっていうことが行われたりしますしパターンも理解します気持ちいい、気持ち悪いもあってその上で,ですね状況を総合的に理解したりですね美の評価であるとかですねいろんなことを評価していってその上でやっとですねなんかなんとなく知的っぽいことをやっていんです。 ですね、で今、AI と言われているのはここのです、ね、個別ステップのほんの一部とかを自動化しただけで AI とか言われているだけであってです、ね、これらを総合したものはないですしこれらはされていくはずです、で情報処理なんでおそらくどん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 ん、ね、自動化可能になっていくと思われますでこういったものをです、ね、見たときに何を思,思うか分かんないですが、まあ、これを見てです、ね、世界を変えた人がいるんですね。 これは大野太一さんというトヨタの,あの元副社長だった人ですが彼がまあアメリカのスーパーに行ってです、ね、ほとんど車と同じ10万点もの、ね、SKU が動いていて、えー、積み上がらずにです、ね、大した倉庫もなくて回っているのを見てこれは車が変えられる生産が変えられるって TPS が生まれたということが伝えられていますこれらの深い覚っというのは並大抵のことではないことは間違いないです。 例えば数学的なもの物理学的なものを見てです、ね、この式見てこれやばい美しさを感じる人。 あんまりいないですねでもこれ物理の人はやばいというだけですよ、こんな美しい式はないと、これアインシュタイン方程式ですね、これもただゲジゲジじゃないんですよ、これ、ファインマンダイアグラムで量子力学を変えたわけですね、これも途方もない地あの意味合いであり、ですね、まあ、オイラーの方程式、まあ、ほとんどマジックですけれども、不思議なの単位がです、ね、4つ並んでいるというです、ね、不思議なやつなんですが、<laughs> やばいものと、4つ、1、2、3、4、5個個あ、0と1が入ってますから、す、ま、さ、あ、まじいものを、こういったもので、美しさを感じ たのすさまじい訓練が必要であることは間違いないですえ実際に我々が意味を理解しようと思うとですねあの経験がいるんですね例えば先天的白内障の人っていうのは10歳を、えー、以上までですねほっとくとですね形とか認識することは永遠にできないですあるいは猿とかもですね3かから6ヶ月間暗闇で育てたらですね丸と三角みたいなことをすら区別することをトレインすることは不可能になるんですね あるいは色っていうのを先天的に盲目の人に教えることは不可能ですだからこの経験が結構重大で2つ以上の基地の情報がつながるっていうことが実は意味を生み出していっています。 この過程は実は凄まじく深いんですけれども、なかなか難しいということです、でそういったものを組み合わせて訓練しないとです、ね、高度な概念すら理解できず、知覚すらできないということです、で総合するとです、ね、全体として見たらです、ね、知的経験だとか、自分の人の経験だとか考える経験をベースに、これをベースに意味翻訳を行っていっているわけですね、実は感覚すら翻訳してると。 でこれが知覚の全体感でして、えー、多くの人がです、ね、知性だと思ってはここはほんの一部に過ぎないですし今、AI として自動化しようとしてたらこういったことの一部一部一部であるということですですからこれから来る波はこんなもんじゃないというのはこの話なんですね、えー、なので、えーまあ、脳の成熟っていうのは実際にです、ね、こういう領域がつながる度合いがどんどん増えていくことだっていうことも分かっています。 これが実はです、ね、人によってです、ね、同じことを同じように感じない大きな背景であるということも言えます。 あのスキップしますで感覚の話もちょっと今時間がないことがだんだん分かってきてるんで跳 <laughs> 躍したいんですけども皆さんが感覚器だと思ってるです、ね、網膜とか香りっていうのは実は感じるところは実は脳の一部ですこれはもう発生学的に本当ですで一体どのように取り込むかっていうのも我々の感覚器が決めてますしかも僕らは強さをです、ね、実はですねログスケールエクスポネンシャルに感じてるんですよだからこんなに強い光を見てその周りの暗い光が同時に 見れるのは1000、ね、の力100の力10の力1の力っていう風にログスケール的に強さを感じるものがあるからこのように感じるんですね、えー、本当はリニアに感じたこのようには見えないですもう明るいとこしか見えないか暗いとこしか見えないどっちかしかならないんですねだから僕らは実はもともとエクスポネンシャルにできてますエスカーブ的にできてますで、これは感覚器が決めてますし基礎情報処理をやってるっていう意味で感覚器っていうのは思考のツールです ミツバチから見るとです、ね、人間がこのように波長を見えているのがかなり紫外線によっているんで黄色い花もこう見えたりします、だどのぐらいですね我々にとってです、ね、感覚器は思考にとってあるいは知性にとって影響を与えているかということもわかります、だからマクルーハンはです、ね、あのメディアっていうのな体の延長だとか言ったんですけどいや私の視点から見るとです、ね、体そのものがメディアなんですよね <laughs> あの脳神経系、中枢神経系にとってのメディアであるということが言えます。 で感性っていうのがですね知性の対極みたいな議論がよくあるんですけれどもそれもちょっと違うんじゃないかと例えばこのおじさん分かる人これは私たちの世界では神と言われているです、ね、レイモン・イ・カハールというやばいおじさんなんですけれども100年ほど前にノーベル賞を取ってます。 で彼の描いたこういった神経系の絵って今でも見られてます、僕も何冊か彼の本を持ってます、なぜかっていうとです、ね、彼の心の目で見たです、ね、構造に対するインサイトが写真には映らない何かを写しているからなんですねで、彼の言ったことはほとんど正しかったことが分かってます、唯一間違ってたっていうことは脳神経系は再生しないという、すね我々がつい10年ぐらいまで信じてた話ぐらいで、あれは世界中が信じてたのはカハールが言ったから信じてたんですよ。いいですかカハールが言ったことはあまりにももも何でもかんでも正しかったか正ら 信じてたんですけれども、このカハールえかやですね。こういう人いますよね。耳切っちゃって包帯巻いて自分自画像をさらに描くというまあ、す。ごい狂気の沙汰なんですけれども、まああのゴッホですね近代海外のその一人ですけれども、彼のこんな絵とかっていうのはまや、あ、ばい絵ですよね。どう見てもですね。凄まじいわけです。動画がでは我々の感じてることをインサイトフルに書ききってるわけです。 これらの違いって何だろうかということを考えるとですねこれはもう結局見てるインサイトの違いなだけで,ですね構造的なインサイトこちらは心的なインサイトということで結局科学者と技術あの芸術家の違いというのは視点の違いすぎずですね感性自体が知性であるという,ふうなことは言えるんじゃないかなと思いますその視点で見たときにですねこの上から下まで,で,ですね本当に複合的なことをやってないと感性なるものはないということは分かりますしこの部分というのはこれから 解き放たれていくという非常に大きいポイントにあります。えー、で全くあ時間がなくなってしまいました。えーな,のですね、なくなってしまったのでちょっとあと数分だけやるとですねちょっと飛ばしますけれどもあの我々の仕事って大体課題解決なんですけれどもあのそこにおいてのです、ね、実態としてはこれも全部スキップして結論だけ言うと今のところですね 意思がなかったり人間のように感じないとかです、ね、事例が少なかったら対応できないとかですね問いが生み出せないとかこういったことが起きててほとんどのところ無理ゲーなんですよね。えー、で課題解決と言われてるものは多くはこういう健常状態とやんでるギャップを理解して打ち手を考えるというものか。 えー、一体何を目指して、えー、だとしたら何がギャップなんでどうしようということを2種類があるわけですけれども特に後者のタイプはほとんど今のところできる見込みがありませんこの状況はあのずっと変わってないんですが大半が実は近くの問題ですよくよく考えてみるとです、ねえー、でこの状況はこの2年間全くに近いほど変わってなくてこれを起こしていくというのが実はこれから起きていくことだと思います。 1、えー、一つは、これまで人間の感じられなかったですねこういうい波長を感じることができるようになるということですね例えば赤外線が見えるだけでですねこう壁の中でどこで漏れてるとか見えるようになるんですよ、これ、やばい人じゃないですか、エスパーに近くなるんですね、こういうのは見えるようになりますし、ミリ波が見えるだけで,です、ねあの、これ、ものが何かっていうのをですねもう見なくても分かるようになっちゃうんですよ。 であの機械学習かけると、こうやってです、ね、こいつは何食べたとか、もう腹当てただけで分かっちゃうとかです、ね、恐ろしいことが可能になりますで、このビデオもめちゃくちゃ面白いんですけど、スキップします、えー。ということで、人間が知覚できないような情報を取り込めるようになるということは、まずおそらく近い将来、起きていきます。 もう1つはあ今のところです、ね、意味理解が全く行われてないんで、えー、5の最中に火事になってもアルファ5っていうのはあ燃え尽きるまでこう打ち続けるわけですが <laughs> なんですよだから根本的に意味を理解しないところを教え込む必要があってです、ね、これはアウトプットをベースの,です、ね、あのなんか戻したいんだけど。 そう今までのマシンラーニングって基本的にはアウトプットに合わせてパラメータをセットしてます、それではダメなんですね、インプットがアソシエートした瞬間に学習するというふうにやると根本的に変わります、このバイオロジカルラーニング的なことを突っ込むことで、ですね意味を与えるっていうのがもう一個次に起きてくると思います。 えー、これはここから起きるシンギュラリティ的な変化の一つですねもう一つですね我々がもうすさまじいマジカルなことをやってましてそれは知覚経験をこ言葉としてです、ね、抽象化してるんですね例えばエモいという言葉なしエモい知らない人はちょっとあとで勉強してくださいあの <laughs>、えー、ちょっとググって出るのか分かんないですけどあのあはい、まあ、そういうですねエモいとか歯がゆいとかっていう言葉を使わずにこのような知覚を感じることは可能なのかあるいは音階という概念なし 音階を感じることは知覚を正確にすることは可能なのかあるいは数量的な概念あるいは素数という概念なしに素数を知覚できるかっていったらできないじゃないですか,だからこれらが我々の知覚能力を桁違いに上げていてこういう魔法を与えるっていうのが次にありますでこれらをスキップします で早く終わらせろという強い圧力を今受けてますんで <laughs> あの非常に面白いんですがスキップとあいうことで、えー、と言葉を教えるっていうのが次に起きます、えー、とまたですねあの昨日も少し出てましたけどそのようなパワーっていうのはどうやって人間につなぐかっていうのは非常に重要な進化で。 まあ、あの30年ほど前ってのは MIT、まあ、MIT はいつもやばい学校ですけども常にやばいんですが、まあ、相当やばかったと、変態レベルでやばかったのがやや変態ぐらいになってるんですけどもっと一般人レベルになります、えー、でこれはです、ね、カーツ・ワール氏が言ってるところのです、ね、シンギュラリティの前提でもあるんですよね、あの脳の中に足場を作らないとシンギュラリティは起きないと言ってるわけですよ、だからこれはさっきのナノテクとかの接合の問題であって、これはわれわれが解いていく大きな話で、おそらく。 起きていいくと思いますただ、結構なチャレンジがあることは間違いないです、えー。ということで、機械知性と脳神経系を接合するっていうのがもう1個起きます、えーとですね、最後に残るのは医師なんですけれども、医師の問題ってのは実はです、ね、神経の数の問題じゃないんですよ、大腸筋ですら医師があるんです、中、えー、ね創発的に医師のようなものが起きることがこれまでの研究で分かってます、なのでこ生命的な医師を与えるっていうのがもう一発起きるんじゃないかなと思ってます。 えーということで、シングライティに向けてですね今後、劇的な変化が起きることは間違いなくてですね今の AI とかの進化で皆さん、ピビってる場合じゃないですよということですね、これは我々の死ぬまでの間に相当量を実現していく可能性が高いものです、これらの上で我々は何やってるかかということを考えるというのが、皆さんの仕掛けていく未来であるということです、あともう1個最後にこれだけ言って、お前、何分のオーバーするなと言われそうなんですけれども、人工生命って研究があって、これ、超面白くて、コンピュー シミュレーションやるんですけどそうすると進化とかですね、えー、いろんなことが分かりますそれでわかることはです、ね、同じ初期値と同じ条件でやっても未来っていうかです、ね、進化過程が一度も同じになることはないということですだから人類史とかです、ね、地球の歴史をもう一回イグザクトに正しく同じ数に繰り返しても同じ人類は生まれないんですだから未来っていうのは まあ目指すものであって作るものなんでここのみんなでシングラリティを起こしていったらどうですかとだから絶対やるならですね仕掛けたのが面白いに決まってるんでやるなら仕掛けようっていうのがまあ今日の話の最後です。以上ですありがとうございました